とそれを覚悟してくださいね。一心を確信するプロセスはきっと力になって、次の技を見つけるステージへ押し上げた精神論や気合は当然、綺麗にスピード重さも肝心、必修事項が多すぎないか先輩ちょっと疲れました。強くなれば世界は変わる、この手で掴めるかな。行くぜ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、朝から晩まで修行したんです、俊敏さなら任せてちょうだい、最低加減しないで、そう振動め、逆気もまた涼しい、耐えがたきを耐え忍んだんで、超人的なタフさも無理よ、ちょっとやそっとやだ俺はこうだ。一心を器量で埋めるプラグジスがきっと力になって、心の目で線まごが見えてくる、お店のイメトレとかも慣れてきた、ちょっと余裕じゃね、もっと手強い相手を出してみて、いざ勝負、冗談下段と蹴りで崩して、光抜きで目を命ちょうだい、いざ好きとか聞かないなんてこいつちょっと強すぎじゃね。熟したんです、俊敏さなら任せてちょうだい、最低加減なしだせ、すでに振動め、逆気もまだ涼しい、耐え難きを耐え忍んだんで、超人的なタフさもおりよ、ちょっといやそっとじゃ倒れない、まだまだワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、打ちのめされても明日に着地、ノーアルだからもう踏め抜き出して一切で加減します、ほらワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、年から年流修行したんで期待通りに仕上がりました、そろそろ覚悟してくる